ハロー、アサギーニョです。本日は皆さんに私のキッチンをご紹介したいと思います。人様のお家のキッチンってなかなか隅々まで見ることはできないと思うのね。自分とこのキッチンならまだしも、お友達ん家行ってさ、ここには何が入ってるの、ここには何が入ってるのとかあんまり聞けないと思うから、今回は私のキッチンをみんなに全て隅々の隅っこ隅っちょまで全部見せようと思います。冷蔵庫の中までお見せさせていただこうと思います。何ヶ月か前に引っ越したから、ちょいちょいこだわりのものを買い集めてる最中なんで、そういうおすすめグッズも皆さんに紹介したいと思う。それではついてらっしゃい、見てらっしゃい。まずだいたいこんな感じになっているんだけど、お気づきですか？そう、ここはね DIY でね、この棒とか刺して、こうやって穴があるからちょうどよかったし、可愛いから、ほら見て、顔とかついてんの。ちなみにこれはファンの方からいただいたんよ。こちらは大根おろしとか、これだったら寸法に切れるって、切れ方が全然違うやつがいろいろあるんだけど、これだったらこう細く棒状に切れるとか、これとかこううにゃうにゃに切れるとかあるじゃん。でこうやってってやるの、これはめっちゃ便利だよ。なんせこのカラフルなのが可愛いし映えるから、これにしました。ここで皆さんおすすめグッズがございます。これです。可愛いわけでもないこれなんだけど、見てこのマークを見てもお気づきですか？キャベツを千切りするのってみんな大変じゃない？私のお家ではキャベツの千切りをサラダにして食べるっていう食生活なんだけど、その時にこれがすごく便利で、そう、そのままピーラーと同じように使うの。キャベツあったかな？今日も使いたてのキャベツがある。それではご覧ください。このプラスチック、この真っ赤がついてるのはなんでって思うでしょ、奥さん。それはですね、人差し指入れてこうやって持つんです。でここにこうやって置くとこもある、中指をこう置いてガシッと掴みます。ほんで左手にキャベツを、右手に千利休を持ちます。そしてこうやって当てて3、2、1、千切りのキャベツができちゃいました。細さこんなもんね。これは超おすすめアイテム、ロフトで買いました。続きまして、こちらフライパンです。水色のフライパンとお鍋で揃えました。こうやってかけてる時に可愛いって映えってなるのがすごい自分の中で夢だったから、すごいいい感じ、可愛い。見て、電気の入りようって言ってもまだ2ヶ月ぐらいしか使ってないんだけど、こんな感じになっちゃったんだよね。次にここに調味料ですね。でナッツが入ってた瓶に片栗粉と味の素コンソメで、ポッカレモンはすごく可愛いからこうやって置いてます。トマトソース、これはトマトの煮込みとか作るときに便利。これはいただき物の美味しいお塩らしいよ。でこれメープルシロップ、これ1回しか使ってないんだよね。ホットケーキなんかね、何回も食べるもんじゃないからずっとここに置いてある。パキン。そしてこれ最近取り付けたんだけど、このキッチンとか拭くタオルをどうにかこうにか干すところが欲しいと思って、ここ最近設置されました。この白いタオルは食器を拭くタオルで、青いタオルはここのシンクとかこの辺を清潔に保つタオルです。次、我が家ではジョイ君を使ってます。こっちが浄水で、こっちが洗い物のお水。パキン。で、こだわりのポイントをもう一つご紹介させてください。じゃーん、こっちは赤で揃えました。こちらと言いますと、水色。ですが、一方、こちらは真っ赤っか。これは、この前私が動画でコラボさせてもらった、ブルーノさんのミキサーです。これでグリーンスムージーとかを作っております。あ、そんな時に必要なのが、やっぱりこちらの蜂蜜。これも赤で統一されてますね。さすが。そう思うとすごいや。ね、すごい。たまたま赤から、この赤で統一されています。これは大好きなお鍋の素です。これもブルーノのお鍋です。電気のお鍋。で、これはデロンギ。機能性的には別にどっちでもそんなに悪くもないし良くもないって感じなんだけど、見栄えが可愛いじゃん。で、見て、こうやって、おっぱ
パカって可愛いし、ここの部分がこうやって押すの、こことかもすごい可愛いんだよね。これ超おすすめ。あと見て、マミーちゃんで炊飯器はまあ普通ですね。さすがに赤い炊飯器はなかったの。ここはすごい引き出しになってて、ご飯を入れるときはこうやって引き出して、ここでパカッ開けて食べれる。このキッチン棚はマジ神だと思う。でこれはつまみ食いボックスね。いただいたお菓子とかが多いかも。チョコとかマロニーとか乾き物が入ってる。もうお菓子がねたくさんすぎてもう満パンいつも。でここにもつまみ食いボックスがある。じゃーん。ここにはハーゲンダッツが入ってて、ご褒美のハーゲンダッツをここにストックしてる。で作業してる途中の休憩とかはピノとかあとチョコレートとかをここに入れて食べる習慣があります。こういうねつまみ食いボックスを作った瞬間本当に良くないよ。電子レンジはまあ至って普通のやつだね。でもこれがすごくて、このキッチン棚をネットで頼んだんだけど、あと1センチでも大きかったりちっちゃかったりしたらもうここに入らなかった。このぴったり感、これは運命と感じました。こちらはこんだけしか食器がないの食器が少ない問題、まあ、3セットぐらいが基本的にありますね。お皿をちょっと紹介させてもらおうか。こちらのお皿、これはなんてことない変哲なお皿。これはでもご飯をここのお皿にのせるとすごく映える。例えばこんな感じ。フランフランで買ったこのお皿が結構なんかレトロっぽくて、なんか北欧っぽい感じ、可愛かった。この色もある。可愛いよね。縁の部分がなんとも可愛い。で、これはヴィンテージのアンティークな家具とかを置いてあるお店で買ったんだけど、これすごく可愛い。ケーキとかちょっとしたものを入れるお皿。あと、超一番気に入ってるのがこのコップ。柄がね、すごい可愛くて、しっかりしてる。あとこういうのもある。これもフランフランで2年前ぐらいに買ったスープの飲み屋。この黄色だね。これは3年4年前ぐらいにママからもらったフランフランのコップ。意外とフランフランが多い。あとこれはニトリで買ったお椀。このお椀で白ご飯を食べる。そうで、こっち空っぽなの、何も入れてない。こっちはこれはココアです。あー、こんなところにふりかけが入ってました。あ、これはさ、ピーチジョンでもらったむくみを取るゼリーみたいなのなの。これを食べてね、むくみが取れたわーって思ったことは未だかつて実感は得られないんだけど、でも取れてるのかも。これ食べるから、これ食べ終わって動画が終わるまでちょっとむくみが取れたかもしれないよって思った人はグッドボタン、あれ全然むくみ変わってないじゃんって思った方はグッドボタンお願いします。美味しいんです。で、こちらがスプーン、フォーク、お箸、かわいいお箸。これ前にも動画で紹介したことがあるんだけど、これどの組み合わせでもいいの。色とりどりの柄もかわいいこのお箸、これは超おすすめだよ。あとお気に入りなのがこの金のスプーンと金のフォーク、めっちゃかわいくない。でもなんやかんやかんやでこの木のスプーンが一番やっぱご飯食べるときはなんか心温まるっていうか美味しく感じる。ナチュラルな木のなんだかこうぬくもりを感じちゃう。あー、そしてここも見せよう。ここはじゃーん、お茶の行列。前に習え、なれ。お茶でしょ。でここにはまあ小豆の力とかも入ってる、すぐチンできるように。これ米びつです。こっちはブルーノのホットプレートが入ってます。このブルーノのホットプレートめっちゃ可愛くて、たこ焼きもできるんだけど、ほら可愛いっしょ。陶器みたいな感じですごく可愛いし高級感もある。めっちゃおすすめ。真似してみて、本当にこだわりだから。で、このキッチンのシンクの下の引き出し、ここはゴミ袋、もうゴミ箱をねここに置きたくなくったの。ゴミ袋こうやって、これすごく便利で、こっちにはボウルとか魚焼きグリルとかお鍋の蓋とかが入ってるでしょ。こっちにはこれはサランラップとか、包丁がね置くとこないからここに入れてんの、超怖い。でこっちはこういうねスポンジとかキッチンきれいにするキッチンハイターとか、こういう重曹とか、あとゴミ袋とかきれいきれいグッズが入ってる。こっち下の段は、あ、これはさっきのブルーノのあの電気鍋の下の方ね。ここはじゃん、たくさんの調味料が入っております。パン粉、ポン酢、ごま油、鶏ガラスープの素、スイートチリソース。私タイ料理超大好きだからタイ料理系の調味料もあります。で、こっちは、なんとこんなとこに、カットわかめ。こっちはタッパーでしょ？大きさ別で入れてる。で、シーチキンがここに入ってる。カレーでしょ？アルミホイルとか、クッキングペーパーとかが入ってまーす。
こっちも調味料というか、こっち粉系、お砂糖とかすりごまとか、あと本だしでしょ、いりごまで、これは小麦粉、お砂糖などなどで、ここが冷蔵庫です。冷蔵庫にはまあ汚いですね。お正月だったから普段全然あんまり飲まないんだけど、お酒とかもまあ入ってたりとかするよね。でこれバナナやばくない？これね、もうやばいでしょって言ったら、意外とこの真っ黒でもういけるらしいの。こんな真っ黒だけど中身は全然普通って言って、キイちゃんが毎朝食べてる。で蜂蜜に使った梅干しすごく大好き。タレをかけて食べるもずく5パックと、納豆はちょ一回閉めるね。あ、ごめんなさい。これも全部で6パックあるんだけど、納豆で一番おすすめなのがこの卵納豆。もう騙されたと思っていいから食べて一回、本当に美味しいから。で、お味噌、お味噌、私のおすすめのお味噌はこのお味噌、じゃん。贅沢に麹を使った甘みと深い旨味の生味噌、麹美人。これもめちゃくちゃ美味しいよ。あ、そしてこちらにもまたまた、じゃん、生マロニー。そう、マロニーは2種類あるの。もういつかさ、マロニーさんとお仕事がしたいわ、私は。じゃん。どちらかというと、生マロニーが好きなのね。けど、こっちもはこっちで、ちょっと食感が違う。こっちの生マロニーより、こっちの方がちょっとコシがあって、芯がある感じ。固め。で、こっちのマロニーじゃ、もう、トゥルントゥルンの、トゥルトゥル。もう、マロニーを食べるために、お鍋をしてると言っても過言じゃありません。バキュン。で、寮のおばちゃんかなっていうぐらい、たくさんの、量の野菜があります。こんなにたくさん、すごくない？あと冷凍庫も見せよう。冷凍庫はこんな感じで、これはご飯余ったらチンするってやつね。で冷凍うどんでしょ。もうここお宝の宝庫なん。冷凍の鮭、おじいちゃんがくれたの。奥にはね、わかる？見て、冷凍のお肉がそこから覗いてる。バキュン。なんかまあ、基本的にね、お買い物に行くっていうのが本当に時間がもったいないなってちょっと思っちゃうタイプだから、最近は Amazon フレッシュって知ってる？ Amazon のフレッシュバージョン。お野菜とかご飯とかお肉とかを超早急に送ってくれるっていうサービスを使っとって、だから本当に材料が少なくなってきたと思って。ほうほう、ほうれん草、チンゲン菜、小松菜、バナナ、玉ねぎ、人参、ピーマン、ポン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 って押して送ってもらうの。そしたら結構夜遅くまで届けてくれるし、次の日に欲しいって時もすぐに送ってくれる、調味料とかも。だから本当に最近はもうアマゾン様々で生きてる。お買い物に行くっていうのは楽しいけど、でも食材のお買い物に行くぐらいだったら、お洋服をお買い物しに行きたいって思っちゃうし、それだったら編集しときたいなとか。でも外食はするのはもうちょっともうやめようと思って自炊を始めたから、アマゾンフレッシュがなければ私は生きていけない。ありがとうアマゾンフレッシュ。というわけで皆さん、私のキッチンはいかがでしたでしょうか。初めてキッチンをこんなまじまじとみんなに紹介するっていうことをしたんだけど、どうだったかな。なんか恥ずかしい、恥ずかしい気持ちもありましたが、でもいろいろおすすめできてすごい良かったかなと思います。やっぱりキッチンは私の中でどうしてもこだわりがあって、可愛いなって思うキッチンでお料理したいってずっと思ってたので、1個前のお家はもう超狭すぎて、もう料理なんかできやしないっていうぐらい、もうこんなまな板も置けないっていうキッチンだったから、もうキッチンに憧れがありすぎて、こだわりにこだわりを抜いていこうと思ってるのね、私は。でこういうなんか水色のフライパンとか、これ赤で揃えたりとか、こうやって可愛いカラフルなキッチンでも幸せハッピーって思うキッチンにしてから、私はお掃除とかを超念入りにするようになったのね。キッチンの結構カラフルなのって、ただただもう見た目可愛いってだけじゃなくて、自分の気持ちも上げになるし、清潔感も増すし、すごくいい選択をしたかなってうちは思ってる。だからみんなも機能性っていうのは一番大事かもしれない、料理の中で。まあやりやすい、使いやすいっていうのが一番大事だけど、でもプラス可愛いっていうカラフルなものもどんどん取り入れていったら、ハッピーが溢れると思います、私は。ちょっと概要欄にできる限り今日紹介したやつは載せていくね。あ、これいいじゃんと思ったやつは真似してくれると嬉しいです。はい、じゃあ次はどこの何を紹介してほしいみたいな、何かリクエストがちょびっとでもあればコメント待ってます。グッドボタンも待ってます。じゃあ次の動画も見てね。バキューン。